3WA 世界シングル選手権試合ザ・女王列伝ストロンゲストと題してお送りします。登場します赤コーナー全日本女子プロレスアジャコング選手チャンピオンですけれども、今日は強力な挑戦者を迎えますよね。関西選手どうですか。そうね、まあ武道館の、まあ、事実上メインだから、武道館でメインイベントを張れるってことに関して、まあ、嬉しくも思い、まあ、その点では関西も一緒だと思うから、とことんお互いどっちかがぶっ倒れるまで戦い続けるし。倒してくれますか。最後に立ってるのは。そしてチャレンジャーは JWP のダイナマイト関西選手です。さあ、いよいよ迎えましたこの大一番ですけれども、意気込みを聞かせてください。正直言って今すごい緊張してますけども、とにかく自分の力がどこまで通じるか、自分を信じて、今までやってきたことを、重ねて今今日ここで爆発して、必ずリングが助けてくれると思うんで一生懸命頑張ります。はい、素晴らしい試合が期待できそうです。全員下げてきまして、フリテレビのサメより両選手並びレフリーに花束の贈呈でございます。続きまして、チャンピオンベルトの返還でございます。ただいまより本日のメインイベント、ザ・女王列伝ストロンゲスト、3WA世界シングル選手権試合、60分一本勝負を行います。青コーナー、JWP 挑戦者180番のダイナマイト関西。赤コーナー全日本女子プロレス3WA 世界シングルチャンピオン230番のアジャコング レフェリーボビーアダ。さあ、いよいよこの武道館行列伝クライマックスを迎えようとしています。 3WA 世界シングル選手権試合ザ・女王列伝ストロンゲスト、チャンピオンアジャコング対チャレンジャーダイナマイト関西 JWP ですけれども、斉藤さん、はい、いよいよやってまいりました。なんかメインイベントって感じがしますね。はい、そしてですね、メインイベント放送席には先ほど素晴らしいね、シックスメンタックマッチ見せてくれました堀田恵美子選手です。どうも堀田さん、よろしくお願いいたします。堀田さんも、堀田さんもね、関西でね、ずっとね、またやる機会を狙ったわけでしょ。そうですね。どうですか、この試合。いや、やっぱ楽しみにしてますよ。そうですか。はい、やはりね、下馬評ではチャンピオン防衛というところが多いんですけれども、この関西、その重量級の蹴りがですね、いつ爆発するのか、そういったところも焦点かという気がしますが、はい、斉藤さん、どう見てますか、この試合。難しいですね。難しい、難しいっていうのは、展開を予想するのが難しいというのと、はい、もう一つは、やっぱりテンションがあまりにも高いですよね。だから、テンションが高いんで、いつものダイナマイト関西でもないし、いつものアジャコングでもないんで、そういうことになるんですが、エルボーを入れていった。あっと、しかしやだ、倍返しですね、これは。
前返しのアジャの張り手からと、やはりやっぱりですね、そう本当に冷静ですし、いつものね普段着の試合じゃないですよね。そうですね、やっぱりお互いが団体で一番上で、そうですね、一番重量も重いということで、あ、はい、ね、だからやっぱり今日が本当にお互い大変なんじゃないですか、なんかメインイベントって感じしますよね、これピリピリとしたね緊張感が漂っているここ日本武道館ですけれども、さあ手よきの体勢、この辺りの攻防もねタイトルマッチというかビッグマッチのメインイベントのプロローグにはなんともふさわしいかなという気がします。この力比べ本当重量級って感じがしますよね。おっと手4つ目はアジャを力でねじ伏せていこうというダイナマイト関西か、しかしこの辺は強いだーっと倒された、やはりアジャか、静かな立ち上がりを見せているこの今日のメインイベントですけれども、頂点のベルトをめぐって、おっと今度はキック合戦か、面白いですね、組んだりキックしたり、おっとうまくね両方ともガードをして、あっとアキレス腱、あしかしくるっとうまく体を返してロープレイク、探り合いですね。この2人の戦いといいますと、先日の JWP のね、横浜大会で1回当たってるわけなんですが、まあ、その時は関西がアジャの裏剣をもろに食らいまして、まあ、あれは団体戦ですからね、ノックアウト負けを喫しているわけなんですけれども、当然、関西、今回もその裏剣、最もケアしていることでしょう。今まであの4月からのこの、まあ今年の1月ですね、はい、まあ、去年の11月からもあるんですけども、団体対抗戦が始まってからアジャ選手はあんまり重要な試合、まあ重要、ね、全部重要なんですけれども、はい、シングルの大きい試合というのは絡んでないんですよ ね、 そうですね、今回が初めてですから、はい、オールスターのメインも初めてですからね、あのシビアなレスリングをするアジャというのをじっくり見せてほしいなと思います。結構器用ですからね、細かいですね、そうです、昔は本当にすごかったですよ、あ、はい、だから本当はできるんですよ、そうですよね、はい、まあ、この細かいテクニックを見せるまでもないという試合が、ね、そうですね、そう本当は本格派なんですよね、だから、例えば団体戦対抗戦とかオールスター戦からそのあたりからですね、この女子プロレスの流れを見てきたファンにとっては、はい、アジャってあのブッチャーみたいなね、面白いことをするレスラーだっていう、そういう感覚があるんですよ。で今日はそれをちょっとそういう別のイメージを握りさるために、本格化をやってほしいです ね、 ね、まあ、そういったいろんな意味合いのあるこのメインイベントですけども、とにかくこの静かな立ち上がり、力比べあるいはキック比べから一体どういった形でヒートアップしていくのか、この試合みっちりしてますよ ね、 ね、さあご覧のように襟に固めていくアジャ、前半戦はやはりこの密着技、ボータブライ、さあアジャがキック、転じてキックを奪っていった、相手の株を、あー、うまくかわしているアジャ、あっとパンチを一発、あっとヘッドバット、しかしヘッドバットではやはり関西、さあ逆水平からエルボーを奪っていったが、ですかね、ちょっとアジャには通用しないか、後頭部に頭突きを、なんか息を飲むっていう感じで、なんか、はい、言葉が出てこないですね、緊張感みたぎってますよね、ここまではね、まあ、関西としてはどういったところで勝機を見出していくのか、そのあたりも焦点ですが、強烈、軽々とこの重量級の関西を持ち上げてのドリアホールパイルドライバー、ズシッときましたが、カウント2でロープブレイクです。そしてこれがこれアジャの逆エビって、あの腰がドシって乗ってくるからきつそうですよね、重いですよ本当に、やっぱりそうですか。